はい、第4弾、ちょっとね、外でバスケできる人がいるかわからないので、ちょっとドリブルとかもやるつもりなんですけど、一応家の中でできることを教えてから、ドリブルもこんなんあるよっていうのをやりたいと思います。最初はですね、やっぱりね、ボールっていうのはやっぱいつでも触っとけっていう話はずっとあったと思うんですけど、僕は結構家でなんかこうボールを触るときに手のひらからボール離さない、もう手の甲とか手をね、こう一周させて離さないっていう、こうずっとこうやって回して、ずっとこうやって遊んでました、テレビ見ながら。こういう感じで右も左もこうやってね、手のひらをに離さないっていうようにやったり、こういう遊び ね、こうシュートのこういう練習とかもね、僕は中指でシュートを打つんです。最後この指の最後に離すのが中指で離すんです。なのでこれを意識するためにちょっとこう中指で離す、いろんなところを縫い目がこれだけじゃなくて横とかもして、どこでもどんな体勢でも打てるっていうように自分の中で意識して、中指こういう練習をやったりしてました。で、小学校中学校の時はこう今ねスナップの練習したんですけど、やっぱ僕シューターなので、何かできることないかなって考えた時に、お風呂場で湯船に使って、湯船ってやっぱ水圧がねあるんで、水圧でこう押すと少し力がいります。でこれを僕はバスケットボールのこのスナップと一緒やって思ったんです。そのおかげでここのグリップと回転のあれが強くなりました。お風呂場で湯船に使って手をつけて、全部つけて自分のまっすぐの姿勢をこうね、湯船に使いながら200回ぐらい、1、2、3、4、100でもいいです。で、左でもね、一応左手でこうこういうシュートとかこういうシュート打つかもしれないし、僕は大学の時にフェイントしてたまたま左手でこうやって打った時にこっちで打てたのは、そういうことやってたからかなと思います。なので左手も湯船使ってスナップこうバラバラバーってやらなくて、1、2、3、4、5みたいな感じで100回やってください。これはね、僕は小学校の時からずっとやって、俺しかやってないって正直自分で思ってたので、ぜひシューターの人とかシュートには届かないなっていう人はやってほしいなと思います。次はドリブル。これはですね、僕のチームメイトが言ってたんですけど、今年ステフォン・カリーの、ワークアウトに行ったみたいで、その時に教えてもらった技らしいんですけど、やっぱ2ドリブルのドリブルって範囲としてここにスポットが多いと思います。でこの位置っていうのは実際バスケットボールでしたら取られやすいです。なんでと自分がボールを守らなきゃいけないのに、ここの位置にあるっていうことは取りやすいですよね。なのでこれをやらないために体の横でつきます。線を意識して横でドリブルをつく、ドリブルをつくっていうのを意識してます。近ければ近いほど簡単です。近ければ近いほど簡単やし、遠ければ遠いほど難しいです。なので線上でドリブルをつくことでね、もしボールをつける人がいるならそれをやってほしいと思います。で、次はまたスノーカリのこのドリルなんですけど、2つを使って、これ前のドリル、これ何かというとディフェンスを守るイメージでつきます。横でつく、横でつく、守る、横でつくというイメージをつけて、パンっていうのをやってほしいと思います。これができれば、今度はパン、スル、パン、スル、パン、スル、ペラン、パ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 ン、というようにやってほしいと思います。今のもね、まだ僕全然上手くないので、できたら、もっと上達できたらボール見ないようにするとか、いろんなことができるので外でやってください。そうですね、まあ大体こんな感じで、まあたくさんのこと言ったんですけど、やっぱ 何事も今自分ができることを考えてやるってことが大事だと思うので、それが自分で考えてやったことは絶対失敗ではないので、今自分の環境でできることを考えてやってほしいなと思います。僕の本当にシュートのあのお風呂場のスナップだったり、この中指で離すから中指を意識するシュートとかっていうのは日々やってることなので、自分なりに見せたことをまた僕にも教えてほしいし、それを自分で見つけてほしいなと。ほんで自分たちもステップアップしてほしいと思いますので、学校に行けない、練習できない、だからダメだじゃなくて、そこで何かできることを考えれることが君たちの進歩だと思いますので、ぜひつなげてください。ではエルドラッグモデルプレイヤーの高畑圭介からは以上です。また自分が思いつくことがあればまた動画配信してると思いますので、
ぜひよろしくお願いします。それではまた、エルダック皆さん、お元気で。30歳、田中高畑でした。